皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は学校と塾で進路指導に差が出たらというタイトルで、静岡県の私学、ね、私は立の高校に進学する場合についてお話しします。 A 君、 P 学園に進学したくて学校の先生に、相談したんだ。そしたら学校の先生は、いや P 学園はちょっと難しいな、旧高校にしたらどうだろうと、こんなに言われた。でも A 君、やっぱり P 学園に行きたいので今度は塾の先生に、相談した。そうしたら塾の先生は、あ、 P 学園を受験して大丈夫だよと、受けてごらんと、こんなふうに言ったと。学校ではダメだ、ね、別の高校を勧められた。でも塾では大丈夫だよ、受けてごらんと、こういうふうに言われた。こういう差が出たと。この時やってはいけないこと、まずこれについて触れておきましょう。やってはいけないことは、塾の先生が大丈夫だって言うから僕 P 学園を受験しますと学校の先生に言うことですね。これはやめてください。高校に提出する調査書ですね、これを書くのは学校の先生でしょ。その学校の先生が気分を悪くするってことはあなたにとってマイナスなんですよね。ですから塾の先生が大丈夫だって言うから僕は P 学園受けるよって学校の先生に対してこういうのはやめましょう。では次に、なぜ学校では大丈夫じゃない、塾では大丈夫だって、こういう差が出てくるのかと、その部分と、じゃあこの後どうしたらいいかという部分についてお話しします。静岡県の私立高校では受験生に対する内申点の目安点、これを中学校と塾に示しています。まあ公表公開はできないんですけどね、嘆願者、これで受験する方は内申点が何点以上、偏願者の人は何点以上と、こういうことを塾と学校に教えているんですね。ですから塾と学校同じ資料、これを持っているので、この目安点を基準に進路指導をしているんですけれど、どうして受験して大丈夫だよ、いやダメだよって差が出るかというと、まあ2つ考えられます。差が出る理由は、こう目安点っていうのは毎年少しずつ変わっているんですよね。それなのにどちらかがその新しい資料でなくて古い資料、こちらを見て、ね、判断していると、これが考えられます。2つ目なんですけれど、これは併願者の場合はこの基準点というのは厳しいんですね。絶対にこの点がないと受けちゃいけないみたいに厳しいんですけれど、嘆願者に対してはちょっと違っています。嘆願者は受けたら絶対その学校に入ってくれるんですから、ちょっと緩いんですよね。嘆願者については柔軟に対応してるんです。例えば基準はこの点だけれど、まあ1点くらい低くても相談に乗りますよとかね、基準は丸々点だけれど他の活動、調査書に書いてある他の部分の活動ありますよね。検定だったら漢字検定とか数学検定、英語検定なんか、それとも、学校の生徒会の活動とか、そういう部分を加点する、こういうことができるんですね。だからこの加点まで計算して進路指導をしているかどうかということで、受験しちゃ危ないかな、いや受験して大丈夫だよと、このように判断が分かれることがあるわけです。じゃあ受験生の保護者はどうすればいいか、それはこうすればいいと思います。受験生保護者の方はこうしてください。受験希望校の説明会とか見学会、これに参加して受験に対する相談をしてください。説明会見学会ではほぼ個別相談ついています。ですからそこで相談してください。
またもう終わっちゃってたとか日程が合わなかった、そういう場合は学校に直接電話をして問い合わせをしてみてください。ほとんどの場合学校は対応してくれると思います。そして相談して、その場合ですね、相談する場合中学校名とで生徒の名前、内申点いくつなのか具体的に示して相談するといいです。そして相談して大丈夫なら、今度は中学校に高校の担当者の方が行って中学校側と話をしてくれますね。お宅の学校の生徒の何々さんが来てくれましたと、こう内申点ちょっと低いんですけれどこういう部分で加点ができますよとか、ね、そういうふうにして受験できるようになるはずです。今回は、ね、学校と塾で進路指導ここで差が出た場合についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。